はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、マーベルスナップ、動画撮っていこうと思います。ということで、行きましょう。さあ、相手、見つかりましたね。マッチしました。やっていきましょう。さあ、最初のフィールドは、エリジウム、カードのコストマイナス1する。これずっとマイナス1なんだっけ？だとしたら、ホークアイ別に直ですぐ出さなくてもいい気もするんだけど、まあ一応ね、出しておきますか。まあ次のターンっていうのがね、なんて言うんだ。まあ一応ここコストはね、別に損得ないんだけど、おお、いきなり3つ出てきた。びっくりした。センチネルと1コス2体ってこと？ああ、アントマンと、なんか、アライグマの人。はい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 。で、真ん中が公開される。お、静寂の島。このロケーションでは永続効果が発動しない。アントマンさん。それ永続効果だもんね。で、こちらもね、ミスターファンタスティック永続効果発動しないので、真ん中には出せないよという感じですね。じゃあ、エリジウムに出していきましょうか。オッケー。っていうか、ずっとマイナス1なんだね。一応警戒しなきゃいけないのは、相手がね、書き消すやつ持ってた時だね。おーっと。強いね。で、センチネルまた出てくる。さらに、あーっと、それ痛い！ぐさー！やられたね。で、ミスターファンタスティックだけになる。これちょっと強いな、相手。さあ、最後の場は、あ、バイフロストか。はい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 。さあ、これどうしようかな。エリジウム捨てでもいいな、こうなると。ただ右に動かされちゃうんだよね。だからファンタスティックの効果が結局発動しなくなっちゃうのか。うわー、ちょっと失敗したな、これ。あああ、これジェシカ・ジョーンズエリジウムに出しとく方がいいか。最後はね、真ん中に移動するわけだからね。で、アントマン出す位置はちょっと最後まで考えてからにしましょう。ゼロコスなんでいつでも出せる。ビショップ、センチネルっていうか、相手はね、とにかくセンチネルが1コストで出せるから、いくらでもね、量産できてしまうっていう強さはあるよね。ただ場は埋まりがちなので、虎ねー。これそうか、公開時効果だもんね。で、このターン終了時に1マス動くんだよね。虎がどこに出るか次第だな。っていうか、そうだよね。エリジウムでいいかな。あ、違う、ダメだ。ジェシカ・ジョーンズの効果発動しなくなっちゃう。あー、だからバイフロストに出しとくか。これでいきましょう。さあ、相手埋めてきた。センチネルで埋まる。まあでもこれ移動があるからね。はい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 。さあ、これで虎真ん中出る。バイフロストで移動する。13点8点か、7点、12点10点。これはね、5ターン目、オーディンがな、ちょっと微妙だけど、まあ、アントマン、ウルスベン、メデューサ、これでいいんじゃないかな。スナップしてもいい。スナップしてもいい。あ、そいつがいるか。おっと、どうだ？スナップしちゃったけど、スナップしちゃったけど大丈夫かな。19点。OK。あ、OK、OK。いけるでしょ、これなら。相手もスナップ。まだパワーアップできるカード持ってるってことか。
本当か？あー、これガモーラ出すのもありか。まあでも真ん中確実に取る方がいい気もするけど、これでいいんじゃないかな。これで行きましょう。左捨て、真ん中と右で勝ちに行く。さあ、センチネル。はい、それは別にどうでもいい。オーディン出して、メデューサの効果ももう一回発動する。オッケー、24の19、勝ってるね。はい。いいね。お、そしてオーディンが、アップグレード 3D。 おー、 3D なりましたね。クオリティアップ。はい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 、ナイス。さあ、新しいカードゲット。お、なにこれ、ロッコスだ。来た来た来た。ロッコスパワー7、オンスロート。永続、このロケーションの、他の自分のカードの永続効果を2倍にする。あー、アイアンマン4倍ってこと。あ、なるほど、これはなかなか強そうだね。はー、あー、ちょっとアイアンマンとオンスロートっていうのもなんかデッキ組んでみたい気がするね。まあ、とりあえずもう一戦いきましょうか。いきます。これが2試合目だよね。さあ、行ってみましょう。最初のフィールド、エクスパンション、ターン3終了後、このロケーションの両側に、ランダムなカードを1枚追加する。なるほどね。と、まあ、とりあえずアントマン出しておきますか。さあ、相手は何をしてくるか。お、相手も左に出してくる。ただ移動できるやつですね。はい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 。ナイトクローラー。で、真ん中シニスターロンドン。コピー加えるやつですね。そうだな。メデューサコピーしてもなって感じもあるんだよな。真ん中はちょっと開けときたい気がするけど、アイアンハート出すことを考えたら、数は増やしときたいから、Xマンションの方にセンチネル出しましょう。相手も出してくる。ドミノ、こっちはセンチネル。さあ、次のターンに、あ、バーシニスター。ちょっと待って、それはすげえ悩ましい。これ真ん中ミスターファンタスティックはありかな。ミスターファンタスティックで、できればコピー X マンションの方に出てほしい。エンド。頼む。X マンション。左。コピー左。コピー左で。さあ、お。コピー左で頼む。はい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 。捕まった。パワーアップする。はいはいはい、コピー出てくる。さあ、オッケーオッケー、ファンタスティックのコピーは X マンションに出る。これは良い。で、なんかカードが出てくる。相手ロッコス初登場、ブラックキャット。おお、このカードがターン終了時に自分の手札にある場合、このカードを破棄する。へえ、そんな効果がな。おーっと、こっちも初登場。ただ1コスの方、1コスじゃない、2コスパワー1か。ザ・コレクター、カード1枚が、デッキ以外のいずれかの場所から自分の手札に加えられたとき、パワーをプラス1する。ほう、なるほど。相手はスナップここでする。アイアンハートがいないと思ってるな。どうしましょうか。
あーでもどっちに出しても場が埋まるな。これね、あーでもアイアンハートかな、とりあえずアイアンハートをとりあえずロンドンの方に出しましょう。さあこれで相手はね X マンションの勝ち確って思ってるけど、 X マンション勝ち確どころか X マンションはこっちが、あーでも6点ぐらいならまくれるか、まくれちゃいそうだね。これさ、そうか、どっちに虎出してもコピーが虎のもう片方に出ちゃうから、これ良くないな。だったらここジェシカ・ジョーンズの方がいいな。ジェシカ・ジョーンズ真ん中出して両方にジェシカ出てきて、次のターンはオーディンをバーシニスターに出すことでアイアンハートを発動させる形で、左の方もね勝ちを保っていきたい。あ、負け角で捨てたね相手。負け角で捨てたよな今の動き。さあここオーディンバーシニスターに出すとアイアンハートが2回発動するってことになると思うので、オーディン出してスナップしましょうか。くらえ。さあ受けてきた、受けてきた、オーディン出る、アイアンハート、はい、でオーディン出る、オーディン出てアイアンハートがもう一回発動、はい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 、さらにそうかオーディンの効果でオーディンがもう一回出るとアイアンハートがもう一回発動。何回発動すんのよと。お、発動場スパイダーウーマン公開時このロケーションにある全ての相手カードのパワーマイナス1する1ぐらいなんでもねえぜって感じだなこれ。あーでももう一回下がる。あ、ちょっと待って、これはまずいか。おーっと、そうか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 、これはね、右はまくられたね。ただアイアンハートがめちゃめちゃ発動したので勝ちですね。オッケーオッケーオッケー、やったね、これは面白かったね。そしてその活躍したアイアンハートがパワーアップする 3D。おー、躍動感あるね。あ、なんかすげー 3D 感あるよこのアイアンハート。結構ね 3D っぽくない 3D もあるんだけど、これはなかなか立体的だね。そして25クレジットゲットですね。はい、というわけで、まあ、今回はここまでにしておこうかな。まあいろいろミッションも達成してますが、その辺はね、まあカード受け取れるかもしんないから受け取ってから終わりますかって言った時に限って特にカードは受け取れずということで、まあ今回はねここで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。